はい、皆さんこんにちは、落ち葉です。よろしくお願いします。それでは刀剣乱舞無双続きやっていきたいと思います。さあ、第3部隊の調査もですね、終盤を迎えまして、おそらく今回かね、次回ぐらいに異形が出てくるかなと思います。さあ、それではやっていきましょう。了解しました。お願いします。主君、織田信長の天下を自分のものにする、そんな胸の内が吐露されたのではないかと。光秀殿。これは信忠様、愛宕権現のご参拝ですかな。愛宕権現。ええ、ですがまさか光秀殿がこちらで連歌会を開かれていたとは。心に響く歌ばかりでした。特に光秀殿の発句。時は今、雨がしたしるさつきかな、でしたか。あんまり聞いたことないですね。それにしても信忠さんイケメンだな。あれを読んだ時にしんと静まり返ってしまいましてな。ほう。野心を疑われるなどとは思いもよりませんでした。天下を望むなど、とてもとても天下を治めるのは信長様にございます。信忠様の行く末も安泰でございますな。でもあなた、本能寺の変を起こしたよね。ええ、それは私の心からの願いです。まさか長谷部が面影に頭を下げようとは。また赤い雨が降るのではないか。面白いこと言いますね。冗談を言っている場合か。目の前の問題は片付いていないんだ。こそばゆいものだな。本来私には仲間など過ぎたるものだと思うな。うん、本来過ぎたるものなんて他人行儀というか、なんだか一歩引いた言い方じゃねえか。確かにね。そう謙虚にならなくてもあんたにはすっかり助けられてるよなあ、長谷部。本当その通りですよ。ああ、第三部隊の一員として堂々たる働きを頼む。心入れ替えましたね、隊長。素晴らしい。いや、そうだな。変なことを言った。すまない。皆様。お、近之助。近之助か。もしや。ええ、新たな義士を検出しました。出陣してください。向かう地点は本能寺の変です。やっぱり来ましたか。やっぱり立ち会うことになるわけか、信長さんの最後に。まあ持ち主ですからね、思うところはあるでしょう。お、なんだ、ん、これは新しいパターンが来ましたね。表示切り替えはできると。なるほど。さあ、そして今回の調査対象ですね、まあこちらは皆さんご存知だと思いますが、本能寺の変ですね。明智光秀が織田信長に謀反を起こし本能寺を襲撃した事件。まあこちら正史なんですけども、義士が全然わかりませんね、これ。進軍丸四角、丸×丸。どういうことなんでしょうか、これは。しかも、京都三角三角寺。まあ、本来であればね、本能寺なんですけども、どういうことだ?まあ、とりあえず、やっていきましょう。演算結果が最後まで表示されていませんね。予測は不安定。この後、どうとでも転ぶか。なるほど。対策が立てられないとなると困りもんだな。ふん、明智光秀が謀反を起こし
本能寺に滞在する織田信長を襲撃する。その歴史を変えようというのが魂胆なんだろう。ならば光秀の動きを先回りすればいい。異論ない。本能寺の変が起こる直前の地点に向かおう。了解しました。新たな流れが検知されました。さあ今回の調査ですね。時は今、時間祖皇軍を撃破し明智軍の進路を切り開けということでやっていきましょう。偵察してきたが予想通りだ。明智光秀が向かう先の京で時間祖皇軍が待ち構えている。なるほど。では明智光秀を護衛する。時間祖皇軍を蹴散らし無事に本能寺にたどり着かせる。了解。本能寺で行われるのは織田信長の殺害だ。迷いはないな。まあ長谷部はないでしょうね。当たり前だろ。俺の役目は干渉に浸ることじゃない。歴史を守ることだ。うんうん、間違いない。配置についた方が良さそうだ。明智光秀の足が止まっている。もうじきあの号令が飛ぶだろう。敵は本能寺にありでしょうね。そろそろ備中へ向かわれますか。いや、これより京へ向かう。敵は本能寺にあり。まあでしょうね。先に言って申し訳ありません。さあそしたら今回はですね、面影さんを使いましょうか。私は前に進まなければならない。そうですね、巴方さんがボーナスついてるんでバディを頼みましょう。共に戦いたかった。お前の存在は興味深い。いいですね。戦場情報、成功条件、明智光秀の鴨川への到達。失敗条件、明智光秀の負傷。負傷か。これはノーダメで進めってことかな。光秀さんは後ろにいると。了解です。あ、モスラがいますね。これはちょっとシビアかな。まあこの辺は大丈夫なんですけど、モスラ鱗粉を飛ばしてくるんでね。それで光秀さんが負傷してしまったら元も子もないんでね。よし、やっていきましょう。任務をこなすために手段は選ばない。 BGM がまたいい。この先に待つ時間祖皇軍の戦力は侮れぬ。戦闘になれば明智軍も無事では済まない。ならば先回りして奴らを倒すだけだ。お、明智軍を接触させる。お、弱いね。こないだの隊長はめちゃくちゃしんどかったよ。ここは明智軍が通っても問題なくなった。よし。ああ、だが一息ついている暇はなさそうだ。他の時間祖皇軍も速やかに撃破するぞ。どうだ。この辺りの時間祖皇軍は倒せたな。よし、次のところへ向かおうぜ。明智軍の進軍はかなり大胆だな。本能寺までよく気づかれなかったものだ。天下に手が届くところまで来たと、あの男が浮かれきっていた証拠だろうさ。新たに時間祖皇軍が出現しました。あ、後ろから来てんのか。これは戻らないといけないですね。後方から接近中です。奴らと明智軍を接触させてはいけない。すぐに倒そう。それであるんだな、これが。時間祖皇軍をさらに撃破。だが予断を許さない状況だ。気は抜けない。よいしょ。ここまで来れば今日は目前。全軍鴨川を目指せ。明智軍は順調に進んでるな。あと一息、気合い入れていくか。よいしょ。オッケー。そういえばちゃんと見たらあれですね、光秀さんの体力ゲージがないですね。時間祖皇軍の追撃は退く。後方はもう大丈夫だ。明智軍の進軍方向に時間祖皇軍が出現。明智軍に向けて進行していきます。また新手か。
明智軍と接触する前に倒すぞ。了解。なかなかシビアですね、これは。よいしょ。ここでバディ連撃。お、やるね。オッケー。敵の進行は食い止めたな。あとは明智軍を無事に進ませればいい。さあどんどんかかってきなさい。モスラがいる。これはまずい。モスラいい技もらったね、それ。おっと、ここだ。揉まれてみる。荒波のごとくだ。やっぱかっこいいわ。バディ連撃。よいしょ。オッケー。いやー結構食らったな。敵は今ので最後か。時間阻行軍はすべて倒した。明智軍が鴨川に到着すれば調査完了だ。よし、オッケー。小川に着いたか。いざ本能寺。悪くない結果だ。よし、無事クリアしましたね。力を得た。まあ結構ダメージは食らったんですけども、なんとかうまくいきました。いやー、あれマップ見てなかったらちょっと危なかったですね。後ろから来てたんで、ちょっとそこだけ注意すれば簡単な任務ではありました。よし、じゃあ次行きましょう。明智光秀が鴨川付近に到達したようだ。ならばここにもう用はない。調査完了だ。調査完了、次へ。修復が進みました。ああ、でもしっかり修復はするんですね。またなんか新しいのが出てくるんかと思ったんですけども、まあとなるともう一つの本能寺の方ですね。こちらがどうなるかということでやっていきましょうか。明智光秀は本能寺へ向かった。本来の流れ通りだ。はい、これで織田信長と明智光秀は間違いなく本能寺で対峙するでしょう。ですがその先がどうなるかはやはり分かりません。なるほど。まだ歴史は予測できない。不安定なのか。私も役に立てていないな。すまない。いやいや、気にすることはないです。別に構わんさ。本能寺の変は正しく発生する。あとはこの目であの男の死を見届ければそれでいい。変わりませんね。うん、妙だな。なんで光秀は明覚寺にも兵を向かわせてるんだ。ん、明覚寺。ええ、生死とは乖離していますね。明覚寺にいるのは織田信長の嫡男信忠です。さっき出てきた人か。うん、確かに信長さんの息子もこの本能寺の変にいるにはいるんだが、本能寺へ救援に駆けつけられず二条御所に籠城した。最初からこんなに兵を割く必要はないはずだぜ。まさか。明智光秀はそんな先の都合を知らぬだろう。少しの影響から偶然本来とは違う行動に出たのだろう。偶然でしょうか。時間阻行軍がついているのは信忠軍です。何ですと。何、織田信忠の軍勢を誘導し本能寺の変を変えるつもりか。読めない動きを。いろいろと引っかかるな。だがすべきことは見えた。確かに。引き続き明智軍を護衛する。
信忠軍増援および時間素行軍の本能寺侵入を阻止しよう。了解しました。新たな流れが検知されました。魔王シスベシ未解析戦場ですね。京に到着後、明智軍は二手に分かれた。一方は本能寺へ、もう一方は妙覚寺へ向かっている。妙覚寺に布陣するのは織田信長の嫡男信忠、そして織田軍に協力する時間素行軍だった。敵軍の侵攻を退け、本能寺への救援を阻止せよ。了解です。さあ、そしたら今回は隊長を使いましょうかね。負けるわけにはいかんのだ。で、ヤゲン君をバディに選択します。ま、あまり気負わず行こうぜ。成功条件、すべての襲撃隊長とすべての信忠軍武将の撃破。失敗条件、襲撃隊長か信忠軍武将いずれかの本能寺への侵入。なるほど、なかなかミッションがたくさんありますね。斉藤俊治さんかな。まあ、この人たちを入らさないようにしろと。了解です。敵が何で切るだけだ。さあ、道を開けろ。よし、やっていきましょう。解析開始。時間速攻軍め、まさか信忠に着くとわからないことは多いだが、私たちにすべきことに変わりはない。信忠軍と時間素行軍の本能寺侵入を阻止する。周囲攻撃、いいね。隊長かっこいいよ。お、やるね。こいつらはどうやら堀川通りを下って北から本能寺に入ろうとしてるみたいだ。なるほど。決して本能寺を入れてはならぬ。敵の位置には注意を払うぞ。了解。まあ、未解析戦場ですからね。新手だ、気をつけろ。お、敵は全て切るだけだ。あの男の救援へなど行かせはしない。あ、来てますね。大立ちか。化け物め、本能寺へは入らせんぞ。まずいな、敵が本能寺に。おお、当たったか。死ななきゃ安い。続いて早く倒しちまわねえと。そうですね、急ぎましょう。回転切りは効きませんよ。なかなかね、ひるまないからね、こいつは。主のために。OK。 どこだこれは。お、なんだ、すごい音がしたが。ふむ、どうやら時間素行軍が妙覚寺の一部を破壊したようだ。近道されるな、これは。敵の進軍経路が増えたと考えるべきか。チッ、面倒な真似を。確かに、さっさと倒しましょう。まずいな、さっきの時間素行軍それぞれ違う方向から本能寺へ入ろうとしてるぞ。させませんよ。守るべき場所が増えてしまった。敵の進軍経路を絞れればいいのだ。壊すのか、これを。あの門、ずいぶん脆くなっていそうだな。了解。これでいいのか。狙い通り門を崩せたな。この進軍経路は使えなくなっただろう。あの、長谷部さん、時間素行軍と並んでますけど。敵の進軍経路が変わった。これで侵入を防ぎやすくなる。でもこれで 50% か。敵を一箇所にまとめたいところだが、他の経路を調べてみるか。オッケー。お、来てますね。化け物め、本能寺は入らせぞ。これは回らないといけないのか。急ぎましょう。邪魔だ。
から行かないといけないのか。あ、いいですね、屋根上から。屋根上から行けるのはいいぞ。いたいた、バディ連撃。どこだ。本能寺の北から侵入しようとしています。了解。また新手か。本能寺へ入る前に止めねえとな。うん、いいですね。いいんだこっちで。あ、なんかありましたね今。敵はあの渡し板を通り屋根の上を進んでいるのか。なるほど。化け物め。これを壊すと。本能寺へは入らせんぞ。あ、これでいいのか。よし、板は壊した。これでもうここは通れなくなるな。よしよし。敵の進軍経路を一つに絞れたな。あとは時間素行軍たちを倒すだけだ。さあ、やっていきましょうや。時間素行軍さんよ。進行中です。なるほど、了解した。着実に倒していこうぞ。了解。必殺。主のためなら傷など安い。犬だ、押し切れ。よいしょよいしょい。俺の刃を思い知れ。お、ちょっと変わってる。新たに時間素行軍が出現しました。妙覚寺の南から本能寺へ進行中です。了解。厄介そうな相手だ。早めに倒した方がいいかもしれない。たくさんいるな。バディ連撃。どんだけおんねん、こんな狭いスペースに。下がれヤゲン君。よしよし、勢いがあるな長谷部。よいしょよいしょい。これで終わりだ。よいしょ、オッケー。敵は一掃した。行くぞ。いやー、今回もなかなか手こずりましたね。主のために強くなりましたよ。ありがとう。本丸の風紀をこれからも守らねばな。絆会話が解放されました。本能寺へ侵入を試みた敵は全て倒した。信忠軍も二条城へ向かったようだ。なるほど、本来の流れ通りの動きだな。今の面影の言葉だけ聞けばだが。確かにね。調査完了、次へ。想定外です。何というのはどういうことでしょうか。見ていきましょう。時間素行軍が織田信忠に加勢したということは、織田信長を生かし歴史を変えるつもりだろうな。これまで織田信長の天下を阻もうとしてきた流れと全く違うぞ。確かにね。悪い流れを作り出そうとしている核の人物など織田の周辺にはもはや不在なのではないか。それは私の推測が誤っているのかもしれないが。いえ、やはり何かこの流れを握っている存在は必ずいると考えます。なんでだ。義士が現在進行中だからです。ほう。演算結果にまだ変動しそうな兆候が見られます。と言っても限られますよね。中核を突き止めなくては予測が立てられません。どうにか状況を変えないと。今之助がここまで焦るってことは相当やばいですね。穏やかではないな。ふむ、一体誰がこの鍵を握っているんでしょうか。全く想像がつかん。
ほど、ちょっと強くなったかも。本能寺を包囲する軍が掲げてるのは桔梗門、間違いなく明智軍だ。すでに火も回っているようだ。織田信長の状況は？残念ながら検出不可能です。なるほど。時間素行軍の姿も見えないが、仕方ない、直接状況を確かめに行くぞ。また今までとは違う形で来てますね。新たな流れが検知されました。炎の先へ。なるほど、炎が回る前に本能寺の奥にたどり着け。了解です。そっちはどうだった？明智光秀も時間素行軍も姿が見当たらなかった。どこに行ったんだ？ならばもう本能寺の中ではないのか？明智光秀は信長さんのところへ向かったのか？自らの手で主君を討ち取ろうとしているんじゃ。時間素行軍がついているのは織田側のはずだ。敵はどう動いている？くそ、ここで考えていても拉致があかん。中に突入するぞ。あの男の死をもってこの本能寺の変を正しく終わらせてやる。さあ、この先一体何が待ち受けてるんでしょうか。それではやっていきましょう。そうですね、じゃあ巴方さんお願いします。出陣する。でバディをどうしようかな。そしたら隊長に頼みましょう。巴方か、どうもお前は読みにくい。成功条件、織田信長の元への到達。失敗条件なし。この襲撃中隊長はあれかな、雲かな。名も逸話も持たぬが役に立ってみせよう。さあ頼みましたよ。織田信長と明智光秀は本能寺の中、状況を知るには奥へ向かわねばならない。時間をかけると火が回っちまう。一気に突っ走るぞ。了解。制限時間が限られてますからね。お、いっぱい来たな。これは俺たちの行く手を塞ぐか。いいだろう、すべて押し切るまでだ。その通り。どんどん倒していくぞい。火がかなり回っているな。巻き込まれぬよう注意する。おお、すごい、竜巻を起こしてる。うっかり火の中に足を突っ込まないようにしないとな。そうですね。よし、道が開けた。信長さんのところへ急ぐぞ。いいねいいね。隊長、素晴らしい連携だったよ今の。邪魔邪魔。気持ちいいぐらい薙ぎ払ってるな。本当ですよ、やっぱ薙刀はこうでないとね。またしても足止めか。よほど俺たちの介入を阻みたいよ。バディ連撃。すべて打ち果たすのよ。建物の扉が開いた。奥へ向かうには中を抜ける必要があるか。面倒だが急がば回れってな。ね、確実に進んでいこうぜ。了解。火の勢いが増してきた。戦う時は位置取りに気をつけろ。火の中で戦えば俺たちも長くは持たんだろう。よし、近之助今すり抜けたな。またしても当選簿ってわけか。こいつも倒して先へ進むぞ。ここはまさに火の海だ。この一撃でいいな。足元には注意せよ。了解。お、必殺。
ここからは逃がさん。ああそこだ。なぎ払うだけだ。巴方さんの髪型ってどうやって固めてんだろう。今言うことじゃないけどね。邪魔くさいところに配置したな。バディ電撃。道が開けたはずだ。先へ進もう。織田信長のところまではあと少しのはずだが。さあこれで何が出てくる？やはりそう簡単に通してはもらえぬか。何度だってねじ伏せてやるさ。よいしょい。この攻撃もなかなかかっこいいよね。お、これはまずい。よいしょ。織田信長もそうだ。明智光秀の姿まだ見えない。そうですね。信長の元へたどり着いているかもしれない。よいしょ。我らも急に向かおうぞ。よし、開いた。行くぞ。信長さんはこの先だ。急げ。おお、来ましたね。あ、またこいつか。信長はもう目の前だというのに。しかももう許可されたのかよ。あの人たちの邪魔はさせねえ。貫かせてもらうぜ。早いな。ということは、いい選択だ。これですよね。前回は使っちゃったからね。先にどんどん切っていくよ。バディ連撃。無敵だから効かないよ。めっちゃ強い。めっちゃ強い。オッケー。さあ中へ入ろう。さあ君たちなど相手にならんのだよ。オッケー。これで今のおまけです。全力でいく。見抜いた。うまくいったな。本能寺を先に壊すつもりかよ。活躍できたか。よし、無事クリアできましたね。俺の物語が拡充されていく。いやー、それにしても相当連携ほんと強いっすね。前回あれだけ苦戦したねカマキリ男をあっという間に倒せましたよ。素晴らしい。感謝する。レベルマックス。よし、調査完了。次へ。信長様。お前自ら来るとは。天下不武の夢はこれで終わりだと告げに来たのか。いえ、これは仕組まれたこと。火をかけたのは我が軍ではない。なんだと？参じたのはあなたをお救いするためです。信長様、共に逃げましょう。いや、おかしいおかしい。それは絶対おかしいよ。なんだって？みんな驚いてる。明智光秀に範囲がないだと。それでは今信長を狙っているのは信忠さんの方だな。考えるのは後だ。今は光秀を。あの赤い雨が強調だと分かっていた。世の天命は直についえると。信長様、なぜ？潮時だ。炎を抜けるならついてこい。何者だ。いや、今はそれどころでは。信長様が。聞いた通りだ。織田信長は天命を受け入れた。分かった。ここを出る。護衛を頼もう。お、ムービーだ。いやー、いっぱいいるな。明智光秀を連れて先に行け。
ここは俺が食い止める。さすが巴方さん。頑張ってくれ面影さん。加勢する。私にも守らせてくれ。泣けるね。平気だったか。当然だ。おかげで楽ができたぞ。無事でよかったな。しまいだ。本丸に戻るぞ。気になることはまだある。想定外です。修復ならず調査継続せよ。確かに異形が出てきてないですもんね。さあこの後出てくるかな。いやそれにしても明智軍がね本能寺の変を起こしてなかったとはちょっと想定外でしたね。まあ考えられるとしたらね信忠さんしかいないんですけども、果たしてどうなるんでしょうか。見ていきましょう。